チャンネルキッズは、日本中央競馬会の元競争馬勝倉に2009年天皇賞、2010年日経賞、2011年ステイヤーズ・ステークス。馬名の由来は、冠メイドいつもで、小鹿、か、小かもしラフィアン・ターフマンクラブにおける、募集価格は17万100口の1700万円。2003年3月18日、北海道ニーカップ郡ニーカップ町の、 ビッグネットファームにて生まれる。日本中央競馬会美穂トレーニングセンターの国枝、久し社に入級し、2005年9月24日の第4回中山競馬第5日、第5競争のサラブレッド2歳新馬戦で、後藤博己を安城に末デビューを果たし5着となった。2005年10月15日、自走の10月15日に、東京競馬場で出走したサラブレッド2歳未勝利戦で、 初勝利を記録。2006年9月30日、第2回札幌競馬第7日目第10競争の紅庭だけ特別で2勝目を挙げた。その後1年間勝ち星から遠ざかったが、2007年の神奈川新聞杯、2008年の早春ステークスと勝利した。2008年夏競馬の七夕賞で3着、新潟記念で2着となり、 その年の秋の福島記念でも2着に入る。第139回天皇賞左、マイネルキッズ、右、アルナスライン2009年3月28日の日経賞ではアルナスラインの2着に入った。2009年5月3日、松岡正会騎手の震源により出走した第139回天皇賞では18頭、中短賞12番人気という低評価であったが、 レースは一番人気浅草キングスや二番人気スクリーンヒーローを尻ぞけ勝利した。なお、重賞未勝利場が天皇賞を制すのは1980年の日道太郎以来29年ぶり。その後宝塚記念に出走したが、ドリームジャーニーの七着に敗れた。秋競馬の初戦は京都大賞天。五番人気に押されたものの、七着に敗れた。その後、 11月29日のジャパンカップでは出走18頭中の最後方18番手に1取ってレースを進め8着に終わった。続く有馬記念では三浦光生が起乗して18頭中の10番手から追い上げ5着へ入着した。2010年1月24日のアメリカジョッキークラブカップから始動11番手から最後の直線で追い上げるも届かず4着に終わった。 二ヶ月の間を挟んで3月27日の日経賞に出走、エアシェイリニさん、4馬審査をつけて、勝利、前年春の天皇賞以来の重賞2勝目となった。しばらく勝利のない状況が続いたが、2011年12月3日のステイヤーズステークスで勝利した。2012年2月18日のダイヤモンドステークスで、主導したが見せ場なく10着。 再び勝ちを上げられない状況が続き、10歳となった2013年も現役を続行したが惨敗が続き、11月30日のステイヤーズ・ステークス11着を最後に現役を引退した。引退後は、神奈川県横浜市の根岸競馬記念公園内のポニーセンターでマイネル・キッズは乗馬として第二の馬生を過ごしている。馬の博物館のホームページに設けられた。 マイネルキッズ写真館では、マイネルネオスと仲良く過ごす姿や、暗城を務めていた松岡がマイネルキッズを乗馬として、手綱を操る姿を確認できる。以下の内容は、ジャビスサーチよび netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。